で出ちゃうことあるあ薬飲まなきゃね。うん、飲みに帰ってきた。誰来てんの？燃やしちゃっていいのか？帰り聞いて。いいよ。おいで、燃やすの好きだよな。燃えてっから。これはなんでこれ？あ、まだな、これ。動画撮ってんの？いや、YouTube 出ますよ、ともこさん。いい、出さないでくれ。なんで？やめてよ。なんで？やんじゃねえよ。出たいじゃん。いや、なんか出てるのかな。鼻毛玉。俺だけなのかな、出たいの。こっちは鼻毛抜けしてたの？あ？鼻毛抜いてたの？いや、鼻毛抜いてたんだけども。綺麗になっちゃって。傷つけたっきり。ついていったからいろんな薬いっぱいあるのに結構それ薬じゃねえ薬じゃねえ何なのこれそれ DHA とか油いややっぱりね選挙戦中にこうやってね優子選挙戦中でやっぱりね家が癒されるよ休憩は家が油抜けちゃうよ家族だけだけどねやっぱり癒されるよ休憩所は作っちゃダメなのよダメなの自分が休むのに家はかまめよ言われすぎゃダメよ家だもんねうん。わしのこと見てんのが一番癒されるもんエイジ君死んなかったんだってよおめえらが言うと思ってたんだもん俺言ってねえぞだよあの知っててこないのと思ってうん。LINE したのまあ、私は知っててこねえと。マサヨシにも言えてもいいんだけど。いいよ。忙しくて来れねえって LINE 来たもん。マイケルもマサヨシもしょうがねえよ。来る気になればいつでも来れんだから。そうだね、この距離ですね。うん。何でも言えっから。何とでも言わせとけよ。まあ、こっちがやっときゃやんなくて済むわけだからね。おめえ、そこが人間性低いんだよ。こっちがやっときゃ必ずやるんだ。YouTube に出てんだぞ、おめえ。かっこいいな。優子はこういう人間です。俺とは全く違うんです。俺は絶対にやられたからやり返すとかないです。それは同じ人間になっちゃうんです。だから、できなかったら自分がやってあげて、ほんで教えていく。これが人の道です。アディオス。